続いてはアネクドートのコーナーです。アネクドート、うん、アネクドートというのはロシアの小話のようなものなんですけれども、ロシア人であれば10や20のネタを持っている。10や20、うん、そしてですね、挨拶代わりに披露する、そういうものなんです。うん、うん、そうね、ミーシャがこれを演じてくれますので、ね、楽しみですね、はい、では早速ご覧ください。Встречаются два друга. Здравствуй. Куда ты едешь отдыхать? В Париж на целую неделю. А жену возьмешь с собой? Послушай, когда ты ездишь в Мюнхен, ты берешь с собой пиво? Ха-ха-ха. パリは恋の街ですもんね、先生。僕もパリに行くときはいつも一人なんだよね。先生もですか？番組の最後はもっとロシア気分のコーナーです。毎回、ロシアの文化やロシアに関わりのある情報をお伝えします。はい、1回目の今日はですね、大相撲の世界を覗いてみたいと思います。なぜロシアが大相撲、それはちょっとミーシャに説明してもらいましょう。そうですね、カヨはお相撲は好きですか？相撲あまり見ないですね。いやもったいないね。実はね、ロシア人の2人の、力士がいます。へ、はい、それは兄弟で、お兄さんは老鵬で、弟は白露山という方です。白露山、なんか強そうですね。そう、早速 VTR を見てみましょう。まずは2人の強さを見ていただきましょう。こちらはお兄さんの老鵬。右四つ。うわ、すごい。頑張れ。もうちょっと。続いて弟の白露山。回しを引いた。止めた白露山。白露山のいい形だ。弟が強いね。足怪我して強さ。白露山の勝ち。白露山が4敗を守って星一つの差。Изменилось ли ваше представление о Японии? О Японии, да, немножко. Когда мы перед тем, как ехать в Японию, я думал, что в Японии все каратисты.Что дома у них как храмы у всех. Похоже на японские, Похоже храмы. На японские храмы, да. И... Все самураи. Все самураи, да. Ну, немножко, да, представление изменилось. Изменилось, да. Ходят, есть... ходят с мечами, катаны. Девочки белолицые, напудренные. Белолицые, как... Много гейш, да? Да, да. 2人はロシアのヴラディヴカフカズで生まれました。レスリングで活躍した後、3年前に日本に来ました。ここは白露山のいる二十山部屋。まだ23歳ですが、部屋では一番番付が上の力士です。すごいね、すごいね、痛そう。2歳年上の老鵬は大竹部屋です。老鵬はロシア出身、初の幕内です。親方たちとの日本語でのコミュニケーションも大丈夫。日本語が分からない代わりに、だから
ロシア語の単語で引っ張り出してきて、でこう最初の頃はだからそういうコミュニケーションね取りながらやってましたけどね、まあその日のうちにやっぱわだかまりはその日のうちに決着つけてしまわないと、で今日本語がだいぶできるようになったから日本語でコミュニケーションをすぐ取れるけどですね、うん、まあ、入る前兄弟でロシアから来たんですけど、その外人枠っていうのは各部屋一人だったんですね当時。だから一緒に出てきて一緒の部屋で相撲できると思ってたんですけど、まあ、うちに置いていかれて兄貴は別なとこ行ったっていうんで、兄貴はどこに行ったのかなっていうそういう心配あって、まあ、調べてみたらなんか近くにいたっていうのが分かったみたいでホッとしたっていうのがありますよね。Особых нет трудностей. Сначала было так, то, что первые полгода, когда они не понимали по-японски и не разговаривали вообще, когда тренер что-то подсказывает на тренировке или, допустим, ребята что-то подсказывают в быту, мы не понимали, вот это были наши трудности. Ну и... Недостаток общения, конечно. Недопонимание. Да. Недопонимание, да. А сейчас уже более-менее так, понимаем друг друга, общаемся, сейчас уже более-менее. Сате! 2月のある日、ローホが稽古に励んでると、なんと横綱の朝青龍が現れてました。すごい。すごいね。彼も部屋が違いますが、うん、強い相手との対戦を求めてきたようです。すごい。どうなるの？朝青龍も戦うの？ね。どうなるんでしょう。ちょっと頑張れ。彼を応援したいね。早速のチャンスだから。すごい。でもちょっと。すごい。目標とする横綱と戦える滅多にないチャンスです。ロフの気合が高まります。いよいよ二人が同票に上がりました。緊張でしょうね。多分すごい緊張してるだろうね。ロフ頑張れ。ね。親方たちも真剣です。頑張って。よーし。頑張って。ちょっと引くかもしれない。よく捕まった。頑張れ頑張れ。負けちゃうのかな。大変だよ。頑張れ。押して。あ、落ちたところ惜しい。あ、惜しかった。でもいつか本場所の土俵で横綱を破ってくれるでしょう。破ってくれるみたいね。相撲、значит это состоит из трех составляющих. Это дух, техника и сила. Если чего-то не будет хватать, то я думаю, спортсмен сильным не станет. А что вы вот из этих трех, что для вас главное? Для меня все три. Все три составляющие для вас являются главными. А мы со своей стороны будем стараться сделать все то, чтобы вы видели нас на дахё, выполняющими ритуал Йокодзуны. Ритуал Йокодзуны. 初めて日本に来てわずか3年。もっと強くなりたいというローホと白露山、頑張れ。どうでしたか。すごい迫力で、でも私だったら一日でもうやめちゃいそうだなって思いました。いやいや、でも頑張らないといけないんですね。そうです。2人はロシアでレスリングで活躍してきたから、私も昔はレスリングやってたから、やってたんですか。すごい。やってたんですけど、本当はね、日本に来てる時は、相撲やれば今でも私横綱かもしれないよ。かもしれないね。ちょっともったいないね。せっかくのチャンスね。ね。私も前にお相撲の稽古を見に行ったことあって、やっぱりすごい迫力。じゃあこれから月1回、2人の相撲部屋での生活のリポートをしてもらいます。ではそろそろ時間になりました。今日勉強したさよならという表現、カヨさん覚えてますか？ダスリダーニャ。そうですね、また会う時までと、まあ、そういう意味を持ってますね。それでは別れの挨拶をしましょう。それでは皆さん、ダスリダーニャ。ダスリダーニャ。